こんにちは、こんばんは、タイポンです。それでは FIFA 17実況やっていきたいと思います。それでは相手ナポリ、ナポリいきます。ですね、相手の難易度をちょっとプロにしました。はい、ワールドクラスはね、やっぱ強い。うん、これはもうプロでかい。プロが俺の適性はプロかセミプロ。うん、俺の適性はプロかセミプロですね。うん、絶対その中間があったらいいんだけどね。ちょうどいい。あ、でもプロぐらいがちょうどいいのか。よし、もう行きましょう。朝早いから。今。ほら。テイ。パスをね、素早く回すっていう。長友。いけ、長友。くそ、無理か。ハンダノビッチ。おお、取れたと思った。ナポリはね、まあまあ好きな選手いるよ。やばい。普通にやばい。怖い。誰？カジェホン。ビッピートルじゃなくて、いるんだよ、一人。フォワード。あ、今、怪我してんだっけ、現実は。現実世界はね、怪我してる気がするんだよね。メデルか。長友だと思った。長友さん、下がらないでもらえます？ちょっとアタッキングにして。ハイプレー。OKOKOK。いけ。おい、ひって。ファウルだろう。そりゃそうだわ。普通にひどかったもん。来た。あー、じゃあマリオ。惜しい。とりあえず前半で得点できたらかなり嬉しい。おいや。キャメラでタッチ。ディアワラ。ディアワラ。マイボ。ペリシッチ。うわ、長友フットサイダー。長友不審ですからね、今。ちょっと喉がざらつく。空いてるよ。空いてるよ。ひよー。今のひどかったよ。おあ、長友も無理だった。無理ともだった。わあ、だ、怪我してる、誰だ。やめろ。アンサルディ。最悪なんだけど、肩、脱臼。うわ、待って、サイドバックいねえぞ。あれ、アンドレオリって、ちょっと待って。え、長友しかサイドバックいねえ。これ分かった。ビアビアニをサイドバックで使うっていう、これすごい技見せるわ。サントンを、こうし、これいいよ。ビトロみたいなノリでね。ガピアディーニ。で、ちょっとビアビアニで快速見せつけるっていう作戦よ。ほら、早速だよ。そう、これをも狙ってたのよ。そう、全然その後がもうカツだったけど、
わ、待て。ビアビアに乗せて完全に空いてる。マジ危ねえ。今終わったと思って、今普通にサントン、エヴァ・バネガ、いよいよなと思って、ちょっと冷静に持っていって、そっちかい。もうキープキープ。前半で点取れなかったか。やばい、それビアビアの方ですごいやられてる。OKOKOK、まあ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 。鳴らし鳴らし。鳴らしだよね、こんなの。うん、鳴らして鳴らして。鳴らしていくよ。セカンドハーフ。よし、長友。やばい、なんかちょっと謎の焦りがある。うまいぼ。なんだそれ。ファルないよ。まずいぞ。よっしゃー。Coverage on EA Sports will continue, of course. So many games that we bring you. So, hush, hush, hush. So, it's not that. But wait, Biabia メデルじゃねえ、バネが。まあ、ナポリにはとりあえず1点決めて勝てればかなりいいんだよ。そんな多くを求まない。あー、危ねえ、カジェホン。これ、赤ジョン変えた。インシーニカでも。早いよ。あ、危ない危ない。おー、すごいいいよ、ハンドミッチ。ハンドミッチの判断が、されてる。長友がこれちょっと言ってくれれば。そう。やばい。長友の、来ました。俺、長友です。俺、長友。かっこよ。ああ、めっちゃ55番見らして見て、ナポリのサポーターしらけてるから、みんなナポリのサポーターに見せたところで、いいよこれは。まあ体なんかこんな、誰だあのバック、すげえな、体当てて。体幹トレーニングやってるだけあるわ。体幹トレーニングとヨガやってるだけあるわ。いや、まさにヨガのあの、俺インタビューみたいなの見た時の言ってたやつだ。メッシとかの体の使い方、相手の力を利用するってやつを今完全に利用してたよね。相手の当たってきたのをいい感じに自分の体の力抜いて吸収してっていうやつのを言ってたんだよ、長友が。まだ長友覚醒か、これ。長友覚醒か。ほらほら、これ来た来た来た、長友覚醒来たよ。見たか、アイリー。タラ、アイリー。タイラー。タイラー、俺だー。かっこいい。おおおおおお。あ、やばいやばい、めっちゃ面白い。めっちゃ面白いんだけど。何これ何これ。あ、よかった。もう時間帯的にはまだもう1点狙える。おっしゃ、いいぞ。乗ってきたぞ。長友乗ってきたぞ。
to make some progress. Napoli's substitution coming up. よしよしよし。ビアミに使うか。あ、そっちカンドレバー。あ、こっちビアミ。あい、焼いてるペリシッチ。ペリシッチ行くべきか、長友で行くべきか。はい、長友で行きました。かっこいい、めっちゃ滑るじゃん。はい、長友ハットトリックです。ほいえ、来ました、かっこいい後半爆発型。長友これでもナポリ相手にハットトリックだよ。だいぶやばいよ、もういいです。それはクソです。まあ勝利は手にしたでしょう、これで。またユベントスがそのあれしてくれればいいんだよ。抑えか、失速してくれれば。何なんだよ、イベントスがね強いから。もうイベントスだけなんだよ、最終的に残るというか。いいけどパスちょっと弱いな。長友蹴っちゃいます。OK、 3分か、優雅な3分を過ごしたぜ。なあ、などシュート4本打って3ゴール、すごい、決定率半端ない。ちょっと見よう、1ゴール目、このこれぞ、これこれ、俺がさっき言ってたの。結構すげえとこにシュート打ったね。はい、じゃあ次2点目いきましょう。これもね、体使ってね、いいね、この長友いいな。これはまあもうペリシッチのねお膳立てあってこその長友。これはもう多分レーティングやばいよ、 10.0 来ました。ふぉ、 OK、 これ追い上げんぞ、ここからアンサリー。9日か、9日ならまあ大丈夫。あ、もう出れんじゃん、早くね。時間帯見ましょう。ダメダメ、一応夜にしとかないと。てか21時からさ試合始まるとかもう全然最悪じゃん。アンサリー怪我だけど出すか、しましょう。ミランダ、見せた見せた見せた、殺す、あおれ。わあ、かっこよ今のインテルの。ほいほい、まあ、ナポリボコしてからね、もうジェノアだってボコせるでしょ。今乗ってっから。ああ、取られちゃった。オカンポス、カンポスだね、これは。まあやばい、コーナーキックか。普通に決めないと怖いんだけど。全然大丈夫だった。はい。はい。おっと、これ。なんだこのパスは。パスちょっと、てかシュート、トラップ、トラップがかなりあれだった、1回がでかかった。
ブルディッソ。No advantage here. The referee stopped it for offside. いや、パスやばかったな、ペジッチ。The assistants don't have to worry too much about incidents like that. Very straightforward. Yeah, no complaints from anybody really, and doesn't happen that often. くそ。足裏使って避けようかと思ったんだけど。Miguel Veloso. Miguel Veloso.Some potential in this move. すごいずれたけど。Perisic. パスが。Eva Banega. これは？長友打って。お！キーパー無反応。やばい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 。これはなんだ長友この今。今自分の間をね作ったんだよねここで。作って。ほいって。うわ、コースはもう止めれないね。OK。まあ、今のはちょっと運が良かった。おっと、これ。よしよし。ジャン・マリア！オフサイドか。なんともなんとも。はい、取った。ちょっとカガみたいなゴール決めたい。無理か。怪我はしないで、OK。取るな、取るな。よし。バネが。パスいいよ。何の音なのこの誰誰誰みたいな。しとれ。ほい。ほい。めっちゃいいパスでこれ長友足早いから。めっちゃいいパスでもないけど。言います。帰還した長友。若干頭痛い。なんだ。インテドゥーリー。まだ37分、38分。もうか、もう38分か。おいー。おいおいは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 いアシストさえもしていく。長友がすごいね。そっちにいるのが気になる。なんでコーナーの時こいつ前来ないの。遠慮してんのかな。僕身長ちっちゃいんで。身長は大きいっすよ。うん、シュートを打つ心はね、やっぱ大切だから。ほら！かっこいい。よし、後半にはもう1点決めるぞ。ほら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 。なんか変えてきたな。もう1点欲しいよね。ちょっと1点だとちょっとまだ怖い。すぐに決められる可能性全然ある。ほら結構危なかったでしょ今。長友これは追いつく。追いつかねえよな。強すぎだよ、ちょっと。強くありすぎ、やりすぎた、俺も。はい。よしよし、取って取って。はい。
もうパス、スルーパス、正直やめた。チームメイト、いけ、ほーら、あ、つい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 、ファウルないよ。いいよいいよ、体working hard just to see maybe a sight of goal。ああもう最悪、やりたいことが今のプレーで全部潰れたよこの野郎。おー待て、はいや、なるほど、学びました。あーくそ、止められた。アントニオ・カンドレヴァ、うわ、かっこよかったけどかっこよかったけど、何かものが、あーマジか、いろいろミスってるよ。取ってムニオス、ムニョス知ってる。体いて。ミゲル・ベローゾ。ミゲル・ベローゾ、ジェノアいんだ。初知りなんだけど。シュート打ってく。あなたも結構いいペースでシュートを打ててますよ。おい、はい、どう、ほらよ、ほいと、ああ空いてるなと思って、かっこよかったね。でもそこに行く前の過程は1点か、物足りねえぞ。オサイ取らなくてよくね、取らなくてよかったんですけど、マジクソ審判。バネがまだあとほっと少しある時間は。うまっ、でここで長友、くそ、怒ってる、めっちゃ怒ってる、ほらっつって、そんな怒んなよ。おい、待って、これあるぞ、もう行きます一人で。あれー、パスすればよかった。あ、じゃ勝った、とりあえず1点で勝てました。あ、頭いて、長友、バネが、まあ同じか。あ、ハイライト見ればよかった、ちょっと頭痛いな。こっちのイベントスがトリノにね負けてもらえば、まあそんなことないか。うわ、フロレンチがどう、あー3点差、はい、ちょっとってことなんで、ちょっとなんか頭痛くなってきたから今日はここまでにしておきますか。はい、ってことなんで、ここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まだチャンネル登録しない方はぜひぜひチャンネル登録と、あとコメントしてくれると嬉しいです。はい、それじゃあまた次回の FIFA17 実況でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、パイオニア。